はい、こんにちは。2024年になりました。一応タイトル、今までと同じタイトルを出します。はい、タイトルも変わらず、変える気もなく、まあ、そのうち変えるんですけども、2024年1月1日にですね、石川県の方で起きた、大地震ですね。これはびっくりしましたね。当事者の方は大変なんですけれども、まあ地震とかはいつ起きてもおかしくありませんって、ずっと言われ続けてて、夜中とか、まあ、変な時間に、朝早朝とかね、まあ、そんな時間にあったりしたっていう例は今まで過去100年ぐらいの間に多分あったと思うんですけど、1月1日のね、夕方のね、ちょうどいい時間、何がちょうどいいか分かんないですけど、そんな時間に急に大地震、そして津波、これはすごいことになりましたね。本当にいつ何が起きてもおかしくないという状況で、その次の日は飛行機がぶつかって燃えちゃったっていうね、これはこれでまたすごい話ですね。そしてですね、私はですね、電車にその何日か後に2日連続電車に乗ってたんですけど、乗ってたら人身事故で止まるとね、1時間ぐらい止まる、私が乗ってたのは止まってないんですけどね、止まってるから電車が動きませんみたいな。これはすごいですね。いつもと同じことがまた今年もあると。そして、いつもと違うすごいことが、年明けにあったと。これは大変ですよ。そして今年はね、まあ、AIPC あたりぐらいしか、話題がなさそうな感じなんですけど、まあ、それはそれでね、PC の新しい、世紀になるということで、楽しみじゃないかなと思います。で、そんな、PC 関連はですね、今年はですね、デルが XPS をまずは発表しました。これね、XPS の13プラスって前、1年半ぐらい前に出たのかな、2年ぐらい前か、出たんですけど、それが、全モデルが、その XPS プラスデザインの、外観になったということですね。13と14と15だっけ、ちょっと細かいとこ忘れちゃったけど、になったということでね、全モデルそれになったと、13、今までのプラスじゃないやつが全部プラス仕様になって、プラスがなくなったんで、またプラスみたいなやつはまた1年後か2年後にまた新デザインとして出てくるんでしょうけど、当分これでいくということですね。デールの XPS。XPS というのはデールの中のプレミアム製品ですからね。企業向けだと、ラチチュードという、上位モデルがあるんですけど、それとはまた別のね、一番フラグシップモバイル製品的なやつです。そしてこれはその XPS の画像なんですけど、ここにね、コーパイロットのボタンがね、つくと。オルトキー、右オルトキーの横にこのコーパイロットキーかが、搭載されるということですね。今まであったなんちゃらボタンがコーパイロットになると、より便利なボタンになるということでね、こういうふうに、それが、マイクロソフトの方針だということですね。今年からそういう製品がどんどん出てきますよということになります。だから、キーボードの数自体は変わらないのかなと思うんですけど、今までのこの なんだっけこれ、なんたらメニューボタンの代わりに、コパイロットボタンになると。で、日本語のキーボードも、そろそろ、不要なカナキー仕様のやつはやめればいいんじゃないかなと。そろそろUS ベースにすると変わりすぎるから、 UK ベースのキーボードあたりとキーボードの数とかね、統一しちゃえばいいんじゃないかな、そんな気がしないでもないんですけど、というわけで、
主要な今年初めの話は終わりですね。で、CES2024 が、明日はないか、明後日ぐらいから情報が出てくるのかな。今回のさっき言ったデルの XPS もコパイロットも CES に合わせた新情報ですけれども、まあ、それのちゃんとした情報はこの後出てくる。その代わり、別に CPU が多分出てくるとかそういうことはないんで、まあ、AMD あたりはなんか急に言い出すかもしれませんけども、あとは NVIDIA がなる急に。NVIDIA がなんか やるって言ってたの、そういえば昨日と。なんで NVIDIA もなんか言い出すでしょう。ということで、そんなことですね。それはともかく、石川県の方でっていうと、映像がね、気になるところですね。映像っていうのはね、七尾のことですね。旧七尾。だから、石川県の七尾も、大きな被害を受けて、ところの一つで、映像です。今は映像っていうね、映像、ちゃんとした色のモニターを使う人は、だいたい映像の、モニターとか使ってるんですけども、それの会社も、何らかの被災したということで、今後の状況を確認したいと思います。というわけで今日の、2024年1つ目は終わりにします。終わりです。終了。